今回私が訪れたのは埼玉県の西部にある秩父市。秩父山地に囲まれた盆地で、市のほとんどが山間部の自然豊かな場所です。この秩父はお祭りがとても盛ん、年間300もの祭りが開催されるそう。そんな秩父で行われる一年で一番大きなお祭りが、冬に開催される秩父夜祭りです。調べてみたら、日本三大曳山祭りっていうのが一番に出てきて、それを写真でちゃんと収められるようにっていうのを頑張るのと、実際見るのも楽しみなので、はい、早速秩父夜祭りが行われる秩父神社にやってきました。近くで見るとなんかやっぱ装飾が細かいですね。こちら秩父神社は、現存する社殿が徳川家康公に寄進された由緒ある神社なんだそう。日光東照宮に似ており、とてもゆかりが深いといいます。3年ぶりに開かれる秩父夜祭り、詳しい方にお話を伺いました。2台の傘鉾と4台の屋台が秩父の町を練り歩いて、お山に集合するお祭りでございます、うん、多分びっくりすると思いますよ屋台見たら五穀豊穣を祝う祭りでもあり、300年以上の歴史がある秩父夜祭り。豪華絢爛に飾られた屋台、傘鉾と呼ばれる出汁が、午前の部、午後の部に分けて町を練り歩くのだそうです。午前9時結構大きいのが来ましたね。これが屋台、こちらが屋台傘鉾。最大で高さ6メートル、重さ20トンにもなります。9時30分、屋台傘鉾が秩父神社を出発。街中の各所を回ります。祭りを見に来た地元の方は、やっと本当屋台が見られるって思って本当に待ちわびていました、はい、この音を聞くとね、うちにいらんないのもうね、じっとしてらんないんですよ、うん、そして午前11時、停車した屋台から着物を着た少女が現れました。これは三味線の長唄とともに日本舞踊を舞い奉納する引き踊りという儀式。その踊り手を務めているのが小学3年生の関川さなさん、そしてお姉さんの小学5年生の
関川ひなさんです。二人は秩父夜祭りで踊るという目標を持って日本舞踊を始めたといいます。手の仕草とか、なんか華やかにとかがあるので、そことかがちょっと難しかったり、仕草など細かい動きで大人の女性を表現するのが重要なんだそう。演目は日本舞踊の登竜門、羽のかむろ。今回お姉さんのひなさんには初めての重要な役割が。夜お祭りの締めくくりに踊りを奉納するんだそうです。とっても楽しみです。午後6時、いよいよ秩父夜祭りのメイン行事が始まります。神社に集合した6台の屋台かさぼこが順番にお旅所へ向かって出発します。おみこし、ご神目に続き屋台かさぼこもお旅所へ。午後7時30分。花火が、でも冬に見るのはやっぱり空気が澄んでて綺麗に見えますね。途中屋台が交差点に差し掛かったところで停車。交差点を曲がらなければいけないのですが、火事がない屋台かさぼこは曲がることができません。すると屋台に備え付けてあった大きな木の柱を運び出し、親方の合図で屋台の下へ差し込むと、柱に数人で体重をかけ、テコの原理で屋台を持ち上げました。そして傾いてできた隙間に杭のようなものを差し込み、屋台を回転させ方向転換。これはギー回しと呼ばれる火事がない屋台かさぼこの方向転換の仕方。これで交差点を曲がることができます。全国でも秩父地方でしか見られない方法なんだそうです。そして
お旅所到着目前に一番の難所であり秩父夜祭り最大の見せ場が訪れました。全長23メートル最大斜度25度にもなる急斜面団子坂です。午後10時、無事最後の1台が坂を登り切りました。これでお旅所に6台すべての屋台かさぼこが揃いました。お旅所で各町の代表者が参拝をすると、いよいよ最後の踊りの奉納、ひなさんの出番です。見事に踊り切りました。じゃあ1日終わってみてどうでした？全部の力を出して楽しくできたのが良かったです。来年も難しい踊りになると思うので、それも間違えないように頑張ったり、多分新しい形も入ってくると思うから、その子にもお手本になるような踊りを出したい。歴史あるお祭りを担うまだ小さな子たちの行く先には、期待にあふれた大きな未来がありました。